本日もやってきました、巨大ヒラメ狙い。人が増えとうやん。お兄さんお兄さん増えとるやん。ヒラメが釣れるって聞いて。いたんでしょどうせ動画。もう早速釣り言っちゃけ。それ何仕掛け？ノーシンカーガンガセです。シンカーつけた方がいいと思う。もう後悔してる。さんも回っとるね。やっぱりヒラメを狙わない。やっぱヒラメをね。ナイムちゃんね。そうね。おはようございます。何ですか？いや今来たばっかりで。今日は何狙いですか？何ですか？今来ました。何狙いですか？何ですか？はい。荒かぶ。ここ荒かぶするんですか？ここ。味噌汁食べる。ああいいですね。今日めちゃやる気やろ。クーラーが一番でかいのが来た。アバさん、早くヒラメはヒラメ。渡ったとこ、渡った方がいい。ポイントはほら、4センチ教えて。ポイント、俺やな、当てんの。あ、この辺がいいですよ、この辺が。こんなとこでかけたら絶対取れませんよ。堤防が燃えている。難しいよね。いらないジグを重りにして釣りをしたいと思います。大きいのいとこかな。なんで大きいね。あ、漁長さんだ。お久しぶりです。どうもどうも。久しぶりに来ました。お元気でしたね。入手した。あ、入手したんですか。あら、姿が見えなかったから。2ヶ月ぐらい入院しとった。大阪で。大阪ですか。えらいまた遠いとこ行きますね。最近釣れたですか、ここら辺。来てましたよ。あ、石垣ですか。ウニ使ってました。いやいや、これ買ってきました。90円か。うん、80円ですね。やっぱ天気がいいと釣れんてよ。釣りにくそうですね、なんか。大きいの来たらブチって切れそうですね。大きいのは釣れん。本当ですか。なかなか釣れんね、今日はね。終わりですか。釣れん。だだだだだ。あ、すいません、なんか車でお迎えして。おお、連れてくれる。ちょっと行こうよ。漁長さん、いいですか。お邪魔します。すいません、お邪魔します。よいしょ。あれは焚き火をしてるんですか。なんか燃やしてるんですか。焚き火。あ、なんか燃やしてるんだよ。あわよくば、なんか魚焼こうかなと思ってですね。釣れた魚を。私は今、6歳でも持ってる。あ、本当ですか。船外ですね。船外、小さくてもいいんですけどね。あそこは置いてるやん。あ、ポイントがあるそうです。今日は根気だ。ちょっと次回来てみようかな。あ、降りそうやね、ここもね。叩く。何もあったかな。何だろう。うわ、叩くね。何やろう。巨大エソかな。いや、エソの重みじゃないね、これ。おうおうおお。ドラグガチ締めやったね。大丈夫かな。おおおお。ぶっこ抜けるかな。おおおおお。姿を見せてちょうだい。何だろう。一人で頑張んなきゃいけないんだけど、おとなしくしてちょうだい。よし。はい、何ですか。あ、逃げるもの逃げ。ドライブとかしようとんやないやないと。マゴチが釣れたよね。帰ってきてびっくりするかもね。よかった、なんかいいドライブができました。超高ドライブが。
こうやって釣れるポイントを僕たちは分かっていきますからね。ありがとうございました。これいつも散歩で歩いたのかな。あーですよね。じゃあ分かんねえ。みんなの兆候を知っておけです。じゃ今度また電話します。いいですか。いいいい。ポイントを聞いてきた。ちょっとマゴチが釣れたとか言ってますよ。冗談も。あ、マゴチ嘘やろ。あ、でかい。まあまあでかいですね。やりますね。あの女性釣るんすよ、マジで。いい方。おわ、いい方ですよね。大きいやん。大きいやん。やるね、赤ワンジ。大きいな。これは大きいわ。これは大きい。食べ応えあるね、これね。おいしかばい。いや、すごか。すごいね。さっきのワーム漁長さんにもらいました。カラスが。いいね。何でもくれるね。大事に使わないか。皆さん、こっちよ、こっち。こっちだよ。漁長さんにいただいた塩梅はどうですか。ちっちゃい魚の当たりがあるんですよ。ちっちゃいのか。ちょっとまだあの特大のやつ使い切らんで。もうちょっと、もうちょっと寄ってかなくて。1個だけ特大が入ってましたね、特大の。ムール貝よね。これ自然のムール貝ですね。紫貝って言うんですよ。紫貝って紫の。紫貝。チェセンやろな、身が。来た。お、ほんとや。お。いや、来た、本当に来た。うわ、来た。ああ、すごいぞ。44ヘビ来たけど、ギリギリ、ガリガリいいよ。来たよ、なんか来たよ。そっちに逃げようということは、多分パイセンや。よっしゃー。いらっしゃいませ。いやー、すごいね。これ、美味しいちゃんね、白身でね。いらっしゃいませ。釣れるね。なんとかがい、釣れるね。牡蠣か。じゃなくて、何がやったかいな。何だい？いや、これあれイラですね。イラポッポって言って。イラ。僕これしか食いらんとですよね、家で最近。イラ。食べないですか？僕食べ過ぎてからこれ飽きてるんですよ。いらないですか？いや、美味しいです。白身でめちゃくちゃ美味しいけど、鱗を剥ぐのが大変なだけであって。パイセン喜ばれるけんね。おいちゃんやるけん。結構寝かしてですね、あの水分抜いた方が美味しいですね。もう結構あの食い慣れとうけんですね。いろんな味知ってるんですけど、これ。もうフライにしたらめちゃくちゃ美味しい。はい、やりたいな。見上げてきたな、お前。見上げてきたな。いやー、ヨンヨンさんもあれやね、パイセンに好かれたね。よーし、よーし。新鮮ですけど、食べてみてください。すみません。今年は新鮮がテーマなんで。ありがとうございます。これ、ちょこっとつけてですね。あらかぶも釣れてますね、やっぱり。何匹か。あ、結構釣れてますね。釣ってますね。ゲンさんもよかったね、役に立ったね。あ次はチヌお見せしますからね。チヌお見せします。チヌお見せしますから。うわー、2匹目触れて。あ、これは違うじゃない、これは違うじゃない。いや40。うわ、来た。なんかね、オーバーやね、リアクションがオーバーやね。また来ましたよ。もう一回いらねえと疲れたらこうなるけんね。はい、おめでとうございます。すいませんね、2匹。やっぱこれでやっぱ刺身も取ってほしいなと思って釣ったんですけどね。1匹はフライ、1匹は刺身でいけるかもしれないね、これ。やった。まだおるよ。イラの釣り具出しとメーカーさんついてくるんですかね、僕たち。イラの釣りしよう人おらんような気がするけどね。あー、これね、鍋た。あー、鍋た。鍋たパイセンって言われて。鱗はね、硬いけどね、2匹なら美味しいらしい。そうです、鱗が問題ないです。クーラー超えましたね。超えました。あら。ゼラチンがあるんですよ、ゼラチン。これ結構ですね、料理の仕方でえらい美味しいんで。いや、入るもんですね、それに。2匹も、アラカブも。あと5匹ぐらい釣れますね。カキじゃなかった、それ何やった？ムール貝なくて。すごいね。めっちゃ釣れるね、それ。おっ、来た。44本目来た。ちょっと待てよ、待てよ。まだだぞ。来た。こ、綺麗やな、もう見えました。もう見えた。出た、3匹目、どんどん大きくなってます。数を釣ります。当たり方がもう急にゴーンって変わったぞ。前のカツカツの方が怪しかったけど。よー、喋るな。俺の病が移ったじゃないと。イラ高騰しちゃうぞ、今。引くし面白いっすけどね。そう、で美味しいのにね。ちょっとこう、さばくのが大変ってなるけど。夜これ多分。お、ゲジョさん来てますよ、これ。おー、キュー、来てますよ。私もイラやったらしょっ。うわー、来た。
ひゃー、来た来た来た、これは石台かもしれん。いやどうでしょう、うーん、これは石台やろ。うわ、石台だ。白く見えてきた、白く見えてきた。白と黒と白と黒と白と黒に来い、白黒来い。うわー、が、またパイセンが映った。パイセンがなんでウニそこにあるんですか。そうよね、ウニもなんかもうジグついてきたんですよ。あ、ジグやん、俺釣り用の。あの、重りがないけんジグにしてて。どう思います、漁場さん、これ。あの、この、なんか、サビキっていうか、このサルカンにぐちゃぐちゃって絡んどったみたいに。針なしで、だって針ここにあるもん。あら、浮いてる、浮いてますばい。大丈夫かいな。これダメやね、やっぱ。